マジ怖いっすよ、ほんと。来てる？ルガティエルさん。いや、なんかこのヤバそうなモーチャちょっとやっちゃってよ、ルガティエルさん。これ。来た来た来た、ほら、頼むよ。お、入っちゃった、中に。あれ、まあ、生きてた。やばいな、そろそろロングソードが壊れそう。びっくりしたー。やるねー。ショートカット、ショートカット。今回は一応ここのショートカットで終わらせていきたいと思います。あー、怖かった。あれ、あー、霊体がいるからか。マジか。しゃあない、このままボス戦まで持っていこうか。そうか、ルカチーがいるか。お、復活してるぞこいつ。マジか。お前生きてるぞ、お前。しゃあね、行こう。ああ、もう嫌だ。心折れそうだわ。行くよ、ルカチ。我らのルカタン。行くよ、ルカチー。おう、何してんだ、おい。おっ、おお、やべ、落ちそうやった。じゃあ行こうか、ボス戦に。おそらくこの先にボスがいると思うんで、行きましょう。ルカチ、ルカチ、ちょっと待てよ。一応、炎ロングソードやばいんで、なんか代わりに強そうな、ハルバートしか鍛えてないんだよな、実は。I see light, but it broke. I am Carillion.あー、なるほどね。エヴァ？メッセージ多くてね、もしこれが本当にレバーかもしれなくても起動させれないんだよな、本当。やっとレバー見つかりました。こいつですわ、おそらく。来たね、船が。おお、幽霊船が動いたぜ。はい、怖っ。
できたね。いよいよおっせんやけど、ルカチ来てんのかな。ちゃんとルカチまだか。あれルカチ、あ、いたいたいた、マジかこいつ。行っちゃうよ僕。敵来てる？俺ルカチが見えないぞ。俺さっきまで全力来てたのにルカチ。あれ？さっきまで全力少年って感じだった。あ、全力少女って感じだったけどね。あ、やろうやろうか。遠回りしてんなあいつ多分、おそらく。やっぱりな。こっちだよ、おいで。おいでおいで。行くよ、ルカチ。僕のルカチ、行っちゃうよ、と。ああ、勝てるかな。おい、ジジイ、お前も手伝えよ、ほんと。怖くないし、うん、うん、来てるルカチ。なんかヤバそうだぞこの中。わ、霧があるぜ。あー、お宝はなさそうやね。マジか、行くぞ。じゃなくて、ありがとうございました。ルカチありがとう。またね。え、これで終わり？うわ、怖かった。で、一応ボス倒したというか、ルカチが倒してくれた。あれ一人じゃきついな。
あ、待ち、こっちじゃないか。あれ？倒したけど。ん？あら。倒したけど何も始まんないよ。あ、奥行けるんだ。登る？お、宝箱発見。羅針盤？俺もやった。しかし帰りたい。よくやった。この先止まり、そして引き返せ。絶望。この先嘘つきあるぞ。つまりやめておけ。この先嘘つきあるぞ。この先嘘つき。あと絶景バンザー。この先的に注意しろ。つまり左上。うん、とりあえず一応これで隠れ港はクリアとなりました。ね、とりあえずかがり火まで行って終わりたいな。やばいな。回復アイテムないしな。もうロングソードぶっ壊れそうだしな。上、めっちゃスキルだらけやね、これ。クソだな。うん、レバー引けないな、なぜか。太陽万歳、骸骨？うん。上万歳。あー、なるほど、これでいけるんだ。やばいぞ、声が聞こえたぞ一瞬。声が来るね。
かないね。つまりどうしろって？こっち？お？あ、こっちか。忘却炉。やりうれば万歳。ご苦労さん。うん、人の声聞けますね。うわー、これ嫌だな。ここなんかもう骸骨、ありふれた果実、馬のよか、馬？何に馬って。この先鏡があると、つまり左だ。なるほど、その左に鏡であった。おーしー、今回の旅は一応ここまでということで、あ、疲れました、心折れました、もう嫌だって感じですね。では次回、忘却の牢の攻略を推し進めたいと思います。ではまたね、バイバイキン。何なんだこの鳴き声、気持ち悪いな。